しもし、かほこです。はい、今日はですね、大人気企画なのかわからないですけど、髪を染めていきます。イエーイ。で、今までは金髪にしたいなとか紫にしたいなとか、そういう欲望がね、あったんですけど、最近もどうでもいいやってなってきちゃって、特にね、したい髪色とか全然ないんですよね。染めたことない色にしてみようかなと思って適当に選んだんですけど、じゃん、こちらはビューティーンのブルーグリーンというお色味です。はい、ミステリアスな魅惑のグリーンということで、ニューカラーだそうです。確かになんか紫とかピンクとか青は見かけてたけど、この色はね、初めて見ました。で、なんで染めようと思ったかっていうと、見てください、このプリン、すっごい汚いでしょ。すごい汚いので、私ほぼ毎日 TikTok にね、動画を上げてるんですけど、動画を撮るたびにこのプリンのせいですごいやる気失せるっていうか、まあ、最近はね、ウィッグをかぶったりとか、バナナをかぶったりとか、玉ねぎをかぶったりとか、リンゴかぶったりしてるんで、頭にこのプリンが目立つことはあんまりなかったんですけど、たまにさ、私だってたまに素顔で動画を撮りたくなるわけですよ。そうするとね、ウィッグをかぶらない状態でこの髪のまま動画を撮るとすごくげんなりするというか、はい、なので髪を染めます。で、金髪だからさ、プリンがすごい目立つっていうのがあると思っていて、多分グリーンだったらそんなにこの黒いの目立たないかなと思って、もうこのまま染めていきたいと思います。本当はね、ちゃんとこのプリンを直した状態で染めた方がいいと思うんですけど、間違いなく。でも私もブリーチしたくないのでブリーチのしすぎですごい頭皮がね、痒いんですよ。やばいよね。なのでもうブリーチはしたくないので、このままやっていきたいと思います。多分グリーンだったらそんなに目立たないと思うんだよね、プリンワンちゃん。はい、ということでやっていきたいと思います。ちょっと着替えるね、いつもの染めるときに着てる T シャツに。えい、ポンポン、うわこのお姉さん綺麗、秋元さんみたい。秋元梢さんだっけ。説明書開いた時にすごいディズニーに来た気分になるのは私だけでしょうか。ここがセンターオブジアースでしょ。で、まっすぐ行ったらインディーがあって、まず2剤に1剤をね、混ぜていきます。臭い割といい匂い、石鹸の匂いみたい。注入、わー、 Oh yes。 全部挿入、挿入、挿入って言っちゃった。はい、全部入れたら、絞り出したら蓋を閉めて、シャッフルタイム、シャッフルタイムしていきます。ビビ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 ビ。はい、ということでしっかりと混ぜました。皆様お待ちかねのね、髪に塗布をしていきたいと思います。で、付属のね、手袋をつけていきます。かわいいお帽子がつきました。スマブラにさ、こういう人いるよね。テクスチャーはこんな感じ。結構サラサラっとしてますね。いくよ。ワン、ツー、スリー。本当はなんか襟足からつけた方がいいよとかなんかあるじゃないですか。そういうの気にしないで適当につけちゃう。これ結構いい匂いかも。ツンとしない、そんなに。あっ！やらかしたもんね。見てー。ついちゃった。鏡なんて見ないで、もう自分のね、勘だけでやるの。もしこの動画を美容師さんが見てたら本当にやだな美容師さん見てますか。絶対に髪に良くないことをしてるよね。本当に緑になるのかしら、これ絶対なんない気がする。ある日パパが言ったさ、髪を緑にしろ。
ある日ママが言ったさ、染め子で染めろよ、グイングイン、私の髪は緑になるの、グイングイン、全然緑にならへん気がする、グイングイン。これ一本で私の髪の長さで結構毛量もあるんですけど、全然足りる気がする。なんか泡がちゃんと出てくれるから、すごい全部にねこう浸透してってる気がするので、ムラは多分そんなにできないんじゃないかな。わかめとマヨネーズをあえた感じになりましたね。これで15分ぐらい待ちましょう。はい、洗い流してきました。じゃーん。動画でねちゃんと伝わるかわからないんですけど、結構色もちゃんと入ってくれて、あんなに髪色汚かったのにこんなにムラもなく、もうちょっとはあるけどね、結構綺麗に入ったんじゃないかなって思います。でちゃんと緑、グリーンブルーっていう感じ、うん、やっぱり暗い色なのでプリンもねそんなに目立たなくなったかなと思います。後ろはこんな感じでムラになってますか。はい、ということでグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。最後まで見ていただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。